田辺市は和歌山県中南部に位置する市。人口、経済の点で和歌山県第二の都市であり、和歌山県南部の経済、産業の中心地でもある。熊野古道の中ヘジルートと大ヘジルートの分岐点であり、口熊野と称される。面積は1000平方キロメートルを超え、近畿地方の市では面積が最大である。 呂人温泉湯の峰温泉つぼ湯気候は、黒潮の影響があり、比較的温暖であるが、内陸は山が迫り、産地的な気候の影響がある。一方、市の北部は、紀伊産地に面する。熊野本宮大社をはじめ、熊野三景堂、熊野九十九王子社跡などは、ユネスコの世界遺産、紀伊産地の霊場と三景堂に含まれる物件である。海岸線は、入り組んで、 田辺湾を形成する。湾の北の端には天神先があり、南側は白浜に接する。湾内には上島など小さな島があり、亜熱帯性の生物が記録されている。和歌山県内では和歌山市に次いで第2位の人口である。平成22年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると4.11%減の7万 源義経の片腕である武蔵坊弁慶の故さとされるこの田辺は熊野水軍の根拠地でもあった。江戸時代には口熊野の中心地として重視され、伊徳川家の一族や重臣が田辺に封ぜられた。明治維新の際には田辺藩が成立した。歴代市長定数22人、そのうち3人が女性で、議員の13.64%が女性。 詳細は、田辺市議会を参照意見の経緯、編集田辺市の行政機能は、田辺市本庁舎と市民総合センターの5庁舎に分かれており、各庁舎とも築48年を超え現在の耐震基準を満たしておらず、また近年中の発生が予想される南海トラフ巨大地震においては、津波による庁舎の浸水が予想されている。これらのことから、2016年9月に、 田辺氏は津波、洪水の想定浸水域外で、かつ、中心市街地から近い場所に、両庁舎の機能を統合した、新庁舎を早期に整備すると、市役所庁舎の移転及び統合の方針を決定した。移転先として、あたご山、蓬来、大敷田辺敷地の3カ所が提案され、 主に交通アクセスと周辺交通の安全性確保の観点から2017年3月に東山が最適地であるとの調査結果を公表し2018年8月に市役所庁舎を東山一丁目に移転させると決定した総工費は約120億円2024年中に開庁する予定移転先の用地を株式会社大久和から約10億後例円で 取得すると発表され、シティは2020年3月をもって閉店することが両者で合意された。庁舎移転計画内容、編集新庁舎建設用地を南から順に A ゾーン、手動を挟んで B ゾーン C ゾーンに分け、計画をしている。A ゾーン新庁舎、平面駐車場、駐輪場 B ゾーン立体駐車場、店舗地元住民からの要望により、テナントとして多くはが、 庁舎敷地内にスーパーを出店することになっている。シーゾーン駐車場等田辺市中心部周辺の空中写真。2017年4月13日撮影の12枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。旧田辺市旧中辺地町旧大戸村、旧本宮町旧龍神村和歌山県では、和歌山市に次ぐ商業規模があり、 木南の中心地として商業施設が集中している。旧田辺市域は南辺町と並ぶ梅干しの一大産地となっており、山間部の上早中早地区一帯に集中する。また、大坊地区はみかんの産地となっており、木南みかん、大坊みかんと呼ばれるブランド名がある。すもも栽培も盛んで、新城地区などが主産地である。山間部の旧中辺地町。 旧大島村一帯では、稲作の添削作物として、獅子島栽培が推奨され、県内随一の産地となっている。旧龍神村では、椎茸や柚子の栽培が行われている。本宮地区では、茶が特産され、おとなし茶というブランド名がある。田辺市旧中平町一帯は、養鶏場が多い。梅干し工場の副産物であった梅酢を餌に含ませ、 食味を改良した奇襲梅鶏や奇襲梅卵の知名度が上がり、その梅鶏を利用した田辺、サンドなどの特産品も生まれている。旧元宮町域では熊野牛の産地となっている。田辺漁港があり、カツオ、イサキ、サンマなどを漁獲している。イサキは奇襲イサギというブランド名がある。竜神地区や元宮地区、大東地区では林業が盛んで、 流人杉、熊野杉として、ブランド化された名木の産地。それゆえ林業によって成立した集落がいくつも見られたが、国産木材の価格低迷や高齢化などにより、多くの集落が姿を消している。和歌山県小学校の廃校一覧となべしも、山椒、和歌山県中学校の廃校一覧となべしも、山椒木田辺駅木田辺駅には、特急黒子を含めて、 すべての列車が停車する。早駅と紀伊新城駅には普通列車のみ停車する。早駅には1時間に1本、紀伊新城駅には3時間に1本ほどの割合で列車が停車する。コミュニティバス高速自動車、国道国道主要地報道一般県道田辺市内、中心部からは車で約25分である。 空港自体は隣接する西室郡白浜町内にある。日本航空の定期便が毎日3往復、東京国際空港との間を約1時間で結んでいる。2000メートル滑走路を持つ。また、JR 北鍋駅前などから空港リムジンバスではないものの、名光バスが運行する路線バスが飛行機に接続する形で走っている。 福佐田の大井町紀伊新城駅近くは、田辺湾として天然の港となっていて、1927年の不当の整備後は、奇襲航路の寄港地として、田辺市の海の玄関口であった。第二次世界大戦中は海軍管理下で、戦後は南方からの引上げ港として指定され、中国、台湾、マレーシアパプアニューギニアなどから22万人がここへ、 引き上げ、海外引き上げ者上陸記念碑が1986年に、上島高校付近に設立された。ふみさと校は1947年の南海地震により完全に破壊されたが、徐々に様々な資材運搬用の港として整備、されてきている。和歌山県立情報交流センタービグー、和歌山県立機南図書館、港方熊楠検証館と、 熊楠宮邸田辺祭地元では、武蔵坊、弁慶、上芝森平、皆方熊楠を田辺の三貴人と呼んでいる。このうち、皆方熊楠は、和歌山市出身だが、ご半生を田辺で過ごしており、生誕150年となる2017年にその、功績を称いて、田辺市名誉市民の称号が贈られることとなった。官僚、行政官、ありがとうございます。